の高さは謎のままですね。なんか注意した方がいいやつだってことは分かった。お金だけ持ってて実力がない人がやることなんてろくなことじゃないですよね。金に物を言わせてなんか変なことしてくるかもよ。やめてくださいよ、リズさん。特にアスナ、あんた目立つんだから気をつけるのよ。このアルベリヒとやらは鉄明騎士団宛に連絡してきたんでしょ。ちょっと粘着気質を疑った方がいいよ。嫌なこと言わないでよ。でもみんなも気をつけてね。この世界にも変な人はいるから。帰り討ちにすればいいんでしょ。リアルよりもこっちの世界の方が単純じゃない。